翼ちゃん、そんなところで何をして。私のき、おばあちゃん、これは早い。初体験は あちゃん、翼の知り合い、翼のおばあちゃま、きって言います。こんなところ、えんか、そういえば、とちょこっともらったんですけど。私の料理をあなたが。毎日そんな手料理が食べられ、うちもまた食べたい。的な感想、どうもありがとう。翼とはどういうご関係。ただのクラスメート。そうだね。ごめんなさいね、冬木さん。行くわよ、翼。これでも。あ、普通に待ってなんだけど。ちゃまが傘さしてるんだもん。当然でしょ。ダメです。じゃった時手が塞がってたら、昔それで骨折したこと。翼んちってどっち方面？先に横断歩道があるんだけど、外は安全だし近道。荷物はうちが持ちますね。ちゃまの手は大事にしなくっちゃ。その荷物は俺が持つよ。なんか怒ってる。ベッキーとに怒ることなんかないし。大切な友達だと思ってるから。何何？翼うちの子。あ、もうめっちゃ恥ずかしいな。